どうもー元気どうもー代表ウィークですけれども皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんまる大丸さくらこです。いやー急に寒くなりまして家電をっていうかなんか自炊をねしないでおなじみなんですけれども、勝手におなじみなんですけど、さくらこはお湯を沸かすこともしてなかったんですよ。もうガスコンロを閉鎖してしまってですね、その上にお花を飾ってるような生活してるので、まあ、お湯も沸かしてなかったんですけど、でもねなんかやっぱ寒いのであったかいもの飲みたくなるじゃないですか。なのでもうついにケトルをね久方ぶりにもう何年ぶりかなっていうぐらいにね引っ張り出してきまして使ってます持ってたんですよねケトルは。でなんかやかんとかはねもう捨てちゃったんですけど、ケトルはねまた使うかもしれんなと思って残してたんですよね。すごいね重宝してます。あったかいドリップコーヒー、あったかい紅茶、なんて素敵なおうち時間なんでしょうかいいですね。皆さんもおうちでねどんな飲み物飲んでるのかみたいな、よかったらまた教えてください。というわけでやってまいりましょう。久しぶりの泥酔ラジオです。今日もねマシュマロ呼んでいきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。最初のマシュマロこちら。桜子さんとのデート券は何ペリカ貯めたらいいですかペリカって何やったっけなと思って、どこの通貨やったっけと思って調べましたわカイジのね、カイジの地下労働の時に支払われる賃金の通貨ペリカですよね。多分なんだ日本円の10分の1ぐらいの価値、1ペリカだと思います。なので100ペリカで10円とかなんですかね。何ペリアかね、デート券なんか外出券とかとこう交換できるんですよねペリカが。デート券、桜子とのデート券、わかんないです。このねマシュマロを送ってくださった方はきっと地下労働でね、地下で働いてらっしゃる方だと思うんですけれども、そんな大切なペリカを桜子とのデートで使ってしまっていいんですか。いや、いくらでもって感じですけどね、デート。もうね、言うても、デート許されるご時世になりましたよね。その前、ちょっと前まではね、やっぱお外、誰かと一緒に行くみたいなのも、なんか難しかったですけど、もうデートいいでしょ。デート解禁でしょ。体が空いてましたら、ゼロペリカで大丈夫です。全然、ただデートにね、デートのエスコートとかね、桜子すごい気にしますから、気にしてはないんだけれど素敵にエスコートしてくださったらもちろんゼロペリカでよろしくお願いいたします。こちらこそですね、ありがとうございますペリカはね貯めてらっしゃるんですね続いてのマシュマロ、結構ねマシュマロ久しぶりっていうのもあって昔の方になってはいるんですけれども、こちらですね、よいしょ。次の小さな目標は何ですか。次の小さな目標、小さな目標ってこうなんか面白いですね、その目標の大きさ加減。例えば桜子のチャンネル登録1万5000人みたいな1万刻むけれどもは、まあどっちの小さいのか大きいのか分かんないんですけども、小さな目標は規則正しい生活かな結構ねやっぱね自分で眠る時間とか自分で起きる時間を決められるような生活してるとですね、だいぶ不規則になりますね。桜子夜のねお時間も好きなんですけど、朝のお時間もすごい好きなので、朝をねやっぱね気持ちよく過ごしたいなと思います。朝多分ね午前中の方がねすごいパフォーマンスが上がるタイプなんですよねきっと桜子。集中力が増したりとか、もう夜とかになってくるともうね別のこと考えちゃいますから、日が暮れたらねもうお酒飲んでいいでしょうって思っちゃうしだからなんか朝起きるですかね、朝起きる。あーもう やばいな、もう社会人の方とか聞いてたらもう何を言っとるんやって思われてしまうかも。朝起きるを目標にするってすごく小さすぎるかもしれん生きること、すなわち生きること、
まあ、でもそうですね、文化的な生活を送る、健やかに丁寧に暮らすっていうのをちょっと目標です。小さいかは分かんないですけど、長期の目標ですね。ありがとうございます、聞いていただきまして。どういったねお答えが望んでらっしゃったことなのか分かんないんですけど、まあ桜子もね、こうなんか末っ子特有なのか分かんないんですけど、なんか大人のっていうか、聞かれたことのね、に正解を出したがるんですよね。だからなんか質問にその人が喜ぶ答えを考えてしまって、自分の考えというよりかはその人が喜ぶ答えどれかなみたいな質問の答え方してしまうので良くないですね。さあ続いて、いろいろな方が捉えた個性あふれる桜子さんがたくさんいますね。もうモテモテです。ありがとうございます。後ろのね、あれですね、イラスト、ファンアートですかね、今出てますけれども書いてくださったのありがたいですね。いろいろな、そうですね、桜子やっぱね、イラストって絵ってやっぱ描く方によって全然画風も違いますし、あと表情のね、出方とか印象とかも変わってきますもんね。だからそれぞれの方のね、受け取った桜子を描いていただいてるんだなと思ってすごい嬉しいです。ありがとうございます。モテモテですね、てへてへへへ、桜子モテモテですね。ありがとうございます。でもなんか自分はすごいモテるっていう風に思って生きた方が実際モテるんでいいと思いますけれども、桜子はもう本当にね、老若男女にめちゃめちゃモテますね。もうなんかお友達の子供ちゃんがすごい桜子のことが好きで、そのお友達がママさんなんですけども、めちゃめちゃママが引くぐらい、なんでそんなに桜子ちゃん好きなの、なんでかわかんない、なんでなんでそんなに好きなの、本当不思議ってずっと言うぐらいめちゃめちゃ好かれてて、もう全然ね、たまにしか会わないんですけど、会ってない時もお家とかでも桜子ちゃんと遊びたい、桜子ちゃん会いたいって言ってくれてるみたいで特に何したっていうわけじゃないんですけどね、やっぱ人様のお子さんなんで、まあ、すごいね、生まれた時からたまに会う子なんですけれども、人様のお子さんなんで、しつけとかしなくていいじゃないですかね。だから悪いこととか良くないことっていうのが、まあ特にね、そんな 赤ちゃんとか幼い子が親って悪いこととかはないんですけれども、危ないことはね、ちょっとまあそろそろね、3歳4歳になってきてるんで、危ないこともあるかもしれないんですけど、本当に1歳2歳の時とかはね、自分でできる範囲で危ないこともあまりないですし、ダメなこともないんですよ。何してもいいかなと思って、そうやってもう全てをね、肯定してね、全部受け入れていたのが好かれる要因だったのか分かんないけど、ちょっとやってみようと思って、桜子がこの人に対してそういう対応してたらどんな人間関係になるのかなと。そんなね赤ちゃんで試すようなことじゃないと思うんですけど、まあ、赤ちゃんだからですかね、赤ちゃんだから試したかったんだと思うんですけど、そう、やっぱ大人の関係だとそうはいかないです。全肯定して全てを受け入れるも難しいのかなと思うので、赤ちゃんだからできたのかなと思ってやってみたらですね、すごい好かれました。ぜひ相手を全肯定して全てを受け入れることができたら、すごくね、信頼してもらえると思います。なかなか難しいですよ、普通大人同士のコミュニケーションでは。赤ちゃんとかね、生まれたての赤ちゃんとかいたらやってみてください。他人の子でね、自分の子だといろいろしつけしないといけないから難しいと思いますけれども、ありがとうございます。モテエピソードについてでしたそうですね、続いてのマシュマロでございます。ありがとうございます。今日結構サクサクいきますかね。なんか来てるなぁいいかいユリアン、ボディービルダーのパンツ、自称ビルパンはね、通称ビルパンはね、ビルパンっていうの公式用のだと4800円ぐらいから8000円ぐらいが相場なんだが、初心者はできるだけ地味なビルパンがいい。もちろんラメ入りベロア素材のビルパンを買いたいという気持ちもわかる。社交ダンスみたいでかっこいいからね。だがねユリアン、
君のように初めて大会に出るビルダーは自分が思うほどまだ体は出来上がっていないものなんだ。体のサイズも小さいし、絞りも甘く、ポージングもまだ手探りだろう。そんな状態でラメラメビルパンを履いても結果はついてこない。逆に悪目立ちしてしまう恐れもある。それがトラウマになってユリアンがボディービルをやめてしまうことが私は怖いのさ。ユリアンいつからボディービルダーね、目指してんの。ユリアンね、あのデスイラジオを聞いていただいてる方はおなじみだと思うんですけども、銀河英雄伝説のユリアンですね。で、あのこれマシュマロ送ってくださってるのはヤンさんだと思うんですけども、我々ビルダーはパンツのラメではなく筋肉で勝負するものだよ。だからユリアン、悪いことは言わないから、そのラメラメ紫ビルパンをレジに持っていくのは考え直してもいいんじゃないかな。今日のところはプロテインとクレアチンだけ買って帰ることにしよう。桜子さん、おすすめのフリーランス向け個人年金などあれば教えてください。お大丈夫なの？大丈夫？最後急にどうしたの？ヤン、どうした？最後さ、ずっとビルパンの話をしてたじゃない、ユリアンに。わかんないけど、ボディービルのなんか公式用のビルパンを買いになんか専門店に来たんでしょ。で、なんかどれがいい、ユリアン、何でも買ってあげるよっつって、で、私はこれがいいですって言って紫のラメラメビルパンを手に取って、いや、それは初心者には向いてないんじゃないかなって諭してたところでしょ。最後なんで桜子に個人年金、フリーランス向け個人年金を聞いてきたの？え、桜子いたんだそこに？二人と一緒に買いに行くのついて行ってたの？よしって、プロテインとクレアチン買おうっつって、よし、じゃあレジ行こう、ところで桜子みたいだったってこと？どのタイミングで？あー面白い。個人年金？え、ちょっと桜子わかんないな。フリーランス向けの個人年金、そんなのがあるんですか？で、フリーランスの方はそこ入ってた方がいいんですか？それさえもわかんないですね。でも VTuber の方って、そういう、なんですか、フリーランスの個人事業主みたいになことになるのかしら。桜子も、はて、じゃあちょっと大人に聞かんとわからん。桜子まだ18歳やから大人に聞かんとわからんかもしれん。ちょっともうお金のこと、お金執着なさすぎて、もうほんとぼんやりしとんのよな。お金に執着もうちょっと持ったほうがいい、お金に執着持ったほうがいいと思いますね。そのね、4800円と8000円のね、あの違いもね、やっぱりしっかり考えるぐらいのお金に、あのちゃんとね、執着持たなければいかん。もうほんとね、侍みたいな考え方でお金に執着してないんですよね。いや、勉強になりました。ボディービルダーのパンツ、通称ビルパンっていうんですね。で、初心者の方は地味なのを選んだ方がいいということなので、ぜひあのボディービル目指してる方はですね、ビルパン買うときは、初心者の頃はまだ地味なやつを試してみてはいいんじゃないでしょうか。これ聞いててボディービルダー目指してる人がね、いたらですけどね、すごいよな、すごい確率。なんか桜子の周りにいなくてさ、ボディービルダーの人が、友達の元彼がみたいなぐらい遠くてさ。いやー、でもね、筋肉を蓄えることがやっぱり、まあ、言ってちょいはっと流行ってはいるじゃないですか。だからね、ボディービルダー目指す方が現れてもいいのかなって思いますけども、本当全然本当、あのボディービルダーの方ってね、自分の鍛えた成果をさ見てもらいたいと思うんで、なんですか、写真とかね送ってくださったらモザイクかけて出していきたいと思うんで、もしいたらね。さあ続いて、推しマークみたいなのは作らないんですか？推しマークっていうのはですね、説明すると何ですかね、その絵文字とかでその人を象徴するみたいなことなんですかね。この絵文字を SNS とかで
つけていると、まあ、例えば桜子の絵文字がこれとこれですってなってて、それをツイッターとかで使ってると、あ、桜子のファンなんだなみたいなことが、認知される、みんなにも分かってもらえるみたいなことなんですかね多分。いやー、おし、もう VTuber もだって言うて2万人とかいるでしょ。1万人じゃ収まらないぐらいじゃないですか。1万8000人とか2万人ぐらいいる。なんか2万人の推しマーク、絶対もうかぶりないくて自分らしいところを探すっていうのが難しいと思います。多分 VTuber だけじゃないんですよね、推しマークっていう文化が。なんですか、あの配信者さんたちにはよくあるものだと思うので。推しマークねー、まあなんとなくなんか桜とかサッカーボールとかビールの絵文字とかが、あの桜子の話してる時に出がちかなとは思うんですけど、ちょっと桜子はね、推しマークはちょっと分かんないんですよ。そのあのそれがある理由が、なんか どうしてそれがあるの、推しマークというものが存在しているのかがまだ未だちょっと分かってなくて、なんとなくこれが推しマークだな、こういう風に使われてるんだなっていうのはわかるんですけど、なぜ存在してるか未だに分かってない。その答えが見つかったら、ちょっと作ってみるのも考えるかもしれないですね。ありがとうございます。今のところはちょっとあの考えてないという感じでございます。ありがとうございます。もうね、やっぱそういうのって自分なんか外からね勝手に決められていく方がかっこええじゃないですか。わかんないですけど。ね、勝手に生まれていってほしいなとは思いますけどもね。さあ続いてのマシュマロですが、恐怖とトイレを耐え最後までクリアする姿感動した、お疲れ様。多分元出走より、あれですね、次の日かな、次の日っていうホラーのゲームをですね、やった配信があったんですけども、まあ、アーカイブも残ってるのでちょっとあの音量注意していただきながら、結構叫んでるのでね、あの見ていただけたらなって思うんですけど、その配信に安倍晋三さんが来てくださってたからですね。で元出走になったということです。ありがとうございます、安倍さん。お体の体調ね、いかがですか。ゆっくり休まれて、今まで長いことねお仕事されていたので、ゆっくり休んでいただいてね、たくさん自分の時間を使っていただけたらなと思います。お疲れ様でございました。ありがとうございます、マシュマロ。さあ続いてですね、なので次の日やったぐらいのマシュマロを今読んでますよという感じですね。続いてのマシュマロ、28日前になりますね。はい、僕はよくもごもごしてて聞き取りにくい声だと言われます。聞き取りやすい声になるためにできることがあれば教えてほしいです。聞き取りやすい声、なるほどな。もごもごしてて聞き取りにくい声、そうですね、まあ声ね、たくさん話すのがまあ一番近道かなと思うんですけども、全然声とか話し方とかって後天的に変えられることなので、それこそね喫音症の方でも訓練すれば喋れるようになるくらいなので、ね、自分聞き取りやすい声になりたいなって思ったら全然直せていけると思うんですけども、口なんです、滑舌とか発声とか、まあとか全てね筋肉なんです。ボディービルダーの話に戻ってしまいました。筋肉なんですね。声帯は筋肉じゃないんですけれども、声帯を震わせる力っていうのはもう無意識なんですけども、その声帯を動かしている周りの筋肉はもう筋肉なんです。で舌とかを動かす力も筋肉なんですね。口とかもね、なのでお腹もそうです。腹筋発声にね必要なとか、だから全てね筋トレをしましょう。筋トレをして筋肉をつければおのずとそういった声に変わっていくので、だからたくさんと聞き取りやすい声、自分が聞き取りやすい声だと思う話し方をですね、それは録音して聞いてみるのがいいと思います。
自分ってどんな話し方してんのかなっていうのを録音してみて、聞いてみて、でこういう風に話したらここの筋肉を使って音を出した時にどんな音が出るのかなの研究をねしていただきまして、あじゃあここの筋肉を使って音を出した時が聞き取りやすい音になっている、じゃあここの筋肉を発達させようみたいないうことでございます。まあちょっとね、今日頑張って明日できるようになるとかいう話じゃないです。声とかはね、なのでちょっと長い期間にはなるかもしれないですけども、言うても半年で絶対ちゃんと筋トレしたら半年で絶対変わります。確実に聞き取りやすい声になります。もうね、その何ですか、普通のお声の仕事をしてない方とかでもいっぱい話してる人とか、まあもう言えば部活のリーダーなんですか、もう、まあ、桜子もねサッカーの話しますけど、サッカー選手の中でもポジションによって声質違うなって最近本当にね最近思うようになったんですね。指示を多く出すポジションの人、大きな声を上げるポジションの人ってすごく声がね通ってるんですよ。キーパーとかね、司令塔の方とか、逆に、まあ、指示をいつもなんか受け取る側とか、まあそんなに遠くの方に声を出さない場所のポジションの人とかは そこまで、まあ言うてね、サッカー選手も声を出す仕事なんですか、日常ではあるのでみんな声は通ってはいるんですけどもっていうのもあるので、まあなんせね声も筋肉なので筋トレをしていただいたらすぐに半年経てば絶対です。運良ければめちゃめちゃ頑張れば1月2月ぐらいで全然変わってくると思うので、ぜひやってみてください。はい、さあじゃあ続いてですね、今日は本当にサクサクいきますね。無駄な話がない、まあ冒頭もね無駄な話してない、ケトル出してきたよぐらいの話してないさあ続いてでございます。28日前、僕の食事のヘルシー戦力分析お願いできますかヘルシー戦力分析受けて立ちましょう。30代男性、健康 J1 昇格を狙ってます。 J2 なんですね今 J2 なんですね、なるほど、J が何を意味しているのか。朝ご飯納豆キムチウインナー2本、昼照り焼きチキンのパンブルーベリーヨーグルト、おやつコンビニのゴマスティック1袋、飲み物ウーロン茶コーヒー、罪を償うためのヘルシア緑茶罪を償うための罪だって思ってるの？ゴマスティックのこと罪だって思ってるの？そういうとこそういうとこ。晩醤油ラーメン冷凍食品、シューマイ4個、タコとキュウリの酢の物、ちくわの磯辺揚げ2本分ぐらい、夜おやつコンビニの寒天ゼリー茎わかめ。ありがとうございましたあー嬉しいですね、もうめちゃめちゃ戦力分析したいですわ。まあ、3食ね食べる習慣があるっていうことなので、まあ実質どうなんですかね、この30代男性 J1 昇格狙ってる方のどれぐらい1日にエネルギーを使ってるか、職業とかにもよると思うんですけど、体使う運動する系とかめちゃめちゃね動く系のやつだったら3食もいいと思うんですけど、まあ、基本的に桜子は3食別に食べなくてもいいかなって思っている派です。まあいいんです、3食でもいいですし5食でもいいんですよ、そのね日に必要な栄養分が取れれば、まあその分だけ分割して取ればいいというようなことなので、朝はいいんじゃないですか、ご飯納豆キムチウインナー、照り焼きチキンのパンブルーベリーヨーグルト、まあその何ですかね、パンね、パンっていうのはすごいね難しいんですよ。そのパンがここに必要だったのかっていうのを今一度考えていただきたいんですけど、この照り焼きチキンを例えば照り焼きチキンのパンじゃなくて照り焼きチキンを自体もう中身だけ照り焼きチキンだけ
2個3個食べてパンを食べないでお腹いっぱいになるっていう選択肢がもしできるのだとしたらそっちの方がいいと思いますね。うん、そうパンはねやっぱ糖質高いですがね、まあ一緒なんですよ。ご飯も今やもう今の時代のご飯もねもうほとんど糖なんですけどでもうんいいんじゃないかなと思います。まあ桜子はあのウインナーとかはあんまり食べないです。どんなウインナーを食べるかちょっと選んだりしてますね。加工肉ね、加工肉っていうのがあまり良くないかなーって自分では思ってて、まあ、食べないですかね。納豆キムチとか全然いいんじゃないですかね。もう発酵&発酵ですけれども、ヨーグルトも発酵してますから、だいぶ発酵食品とってます。でもいいと思います。発酵食品超ね良くするので、おやつね、おやつをまずおやつが必要、どうしておやつを食べてしまうのかおやつね、おやつっていうのは子供ちゃんが多分その一度にはあのご飯の時にね、一度には一回の食事ではあの必要な分が取れないからあいとか、そのなんか消化の時間とかが大人と違うから合間におやつ食べたりするんです。大人におやつはね多分いらないいらないと思うんですよ。で罪を償うって言ってるんで、罪だって思ってるならもうちょっと考えましょう。これをもうめちゃめちゃ大好き、ゴマスティックめっちゃ好き、大好物、これを食べることによってその日一日ハッピー最高っていう風になるんだったらぜひ食べていただきたい。桜子はそのストレスを抱えてまで好きなものを食べないようにしてまで食生活を考えてほしいっていう風には思ってないので、絶対にストレス抱えないように自分が好きだって思うもの、食べたいって思うものは食べてほしい。その上でなんか気をつけられると範囲で気をつけたらいいっていう風に思ってるので、前提として。だからこのゴマスティックがめちゃくちゃ好きで、どうしてもこれを食べなければって思うなら食べてほしいんですけど、だとしたら罪だと思わないでほしいだとしたらもう美味しい最高幸せっていう感情だけであった方がいいと思う。ほんとストレスがね溜まってるんですよ、これ。罪を償ってる時点で罪だって思いながら食べるゴマスティックの方が一番良くないから美味しい最高って思えないものは、美味しい最高ってもうそもそもですよ、美味しい最高大好きって思えないものをわざわざ取る必要ないんだからそれだけ食べてたらいいんだから、もう最高って思えるものだけを。夜醤油ラーメンシューマイ4個いいんじゃないですか。冷凍食品についてだとしたら、まあ、冷凍食品も桜子は全然いいと思いますけどね。今や冷凍食品でどうなんだろうね。わかんないです。その加工食品保存料とかっていうのをこう何十年食べ続けてた人っていうのがまだいないじゃないですか、多分その保存料とかがね出てきて間もない、時代なので。だからもうどうなるかっていうのはわからないですけれども、それはもう、まあ、例えばですよ、その冷凍食品に入っているものが体に良くなくて、食べ続けてた結果何かわからない新しい病気になりましたっていうような未来がね何十年後あるかもしれないんですけれども、その時 にまたその病気に対抗しうるお薬をね、治療法とかをね、新しい健康な食品とかね、見つけられる人類であれって思ってるのでただから未来の人類を信じているので桜子は結構ですね。だからまあ今ね寄与するよりかは食べたいものを食べていただいてっていう感じですかね。いいと思いますけれどもね。タコとキュウリの酢の物めっちゃいいんじゃないですか。タコもキュウリもお酢がちょっと甘いですけれども、いいと思います。ちくわの磯辺揚げ、ちくわがね何もカロリーも低いし、まあ、揚げてる時点でちょっと上がってますけども、ちくわって全然平気でしょって思われると思うんですけども、桜子もおつまみとして、食べたくなる時あるんですが、まあ、あんまり食べませんね。練り物、おでんとかでもほとんど練り物じゃないですか、おでんって。でもね桜子はおでんで練り物はあんまり取らないです。やっぱりね、その何ですか、他のものの方が糖質少ないっていうのを理解してるので、
まあ食べないかなっていう感じです。もうラーメン食べてる時点であれなんですけども、まあ夜はいいんじゃないですか。これただね、夜おやつね、なんで夜おやつ食べちゃうのかな、まあ、寒天ゼリー茎わかめはいいのかなって思いますけれどもね、うん、茎わかめは全然いいと思います。寒天ゼリーね、この寒天ゼリーが、まあ、糖質どんぐらい入ってんのかっていう感じでしょうかね。でもね、あのゼロカロリーの寒天ゼリーあるじゃないですか。あれに入ってるその化学の、甘くなるやつあれがね、なんか桜子あんまり得意じゃなくてですね、だったら普通にの糖分を取ろうかなって思っちゃうぐらい。でもまあ、あの砂糖はもう取らないですね。砂糖は取ってもいいことはあんまりないかなって思うので、果物とかから糖を取るようにしてます。勝手に勝手に気がつけばそうなってました。やたら果物好きやな桜子って思って、多分ね、あの食事の中で足りてない糖質量を果物からの糖で取ってるのかなと。糖をね全く取らないでうーんっていうやり方もあると思うんですけど、ちょっとやっぱね、あの別に取ってもいい分は取ってもいいと思うので、はい、加工してない糖とかはいいと思います。はい、なので甘いもの食べるなら、おやつ食べるなら果物とかがいいんじゃないかなって思いますね。はい、というような感じでございます。 J1 昇格は難しいですねこの戦力だとちょっと J1 昇格は難しいと思いますまた来年も J2 で戦うことになるかと思います。まあでもあの J2 でも素晴らしくいいパフォーマンス見せてくれるのかなと思いますので、あの気に病むことなくまたね J1 目指して頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございます。おっと、めちゃめちゃ話しすぎためちゃめちゃ話しすぎた。本当にね、糖質とかの話いくらでもできるいくらでもできる。だもう厳しく言うこともできましたよ。そりゃさっきの戦力分析も本当なんですか、プレミア行きたいんやったらみたいな言い方もできますけど、でも J1 を目指してるんだったらというような角度で言わせていただきましたけれども、はい、ですかね。ぜひ皆様も戦力分析してほしいなっていう方いらっしゃったら送っていただきたいなと思います。ありがとうございます。で、自分がどこを目指しているのかっていう、ゆくゆくは海外行きたいのか、それともアマチュアからプロになりたいのか、それとも J1 を目指しているのかとか、どこを目指しているのかっていうレベルもね一緒に添えていただいて戦力分析させていただきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします新しい、めっちゃ新しいコーナーできそう。ぜひ送ってほしいです。今日はこれでしたとかね。はい、というわけで本日もデスイラジオを最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。代表ウィークなのでね、13日には代表戦があります。コートジボワール戦楽しみでございます。あとはその代表ウィークが終わりましたらまたね、みんなと一緒にサッカーの試合見ていきたいなと思いますので、そちらも楽しみにしていただけたらなと思います。それではまた次回のデスイラジオでお会いしましょう。おつまる